どうもこんにちは、松尾修造のこれ知ってます。今日も行きたいと思いますけどね、今日はですね、雑学シリーズ久しぶりに行きたいと思います。筋肉痛ね、運動したりたまにしたら筋肉痛になりますよね。もうほら、年いったら普通学校に来たりしますけど、筋肉痛ってなぜ起こるんだということなんですけども、まあ、3つの原因があると、されているらしいんですけどね、まあ、1つ目がね、運動後にたまった尿酸などの疲労物質が痛みを引き起こすっていうのが、まあ、1つ目、それが2つ目、激しい運動で筋肉が小さな断裂を起こして、そこがこう炎症を起こしているっていうことですね。そして、もう1つ最後ですね、運動によって傷ついた筋肉が回復する際に炎症を起こして、まあ、この時発生した物質が、筋肉をこう刺激しているというこの3つがあるということらしいですね。まあ最近はですね、この炎症を起こしているというね、説が最も有力だというふうに言われているんですけどね、まあ、筋肉痛はなぜ起こるのかということでね、現象が3つありますよという今日は紹介でございました。松尾修造のこれ知ってますでした。パターン一緒やね、いつもね。こうやって最後にこう終わってから喋りかけるパターンも一緒やね。変えなあかんよ。はい。